育休 .com のひろなかです。今回のテーマはパパの賞味期限です。皆さんはパパの賞味期限を意識したことがあるでしょうか。子供目線から見てみると、パパと遊ぶより友達と遊ぶ方が楽しいという時期がやってきます。私の子供時代の記憶をたどってみても、だいたい10歳前後だと思われます。そう考えると、パパの賞味期限は10年くらいになります。初めてパパになるときは、育児はエンドレスに感じる感覚になる方が多いですが、育休を取得できる子供が1歳までの期間というのは、人生の中でもプレミアムな期間ということができます。育休 .com では改正育休法に対応するために研修の実施、相談窓口などのサポートをしております。独自の育休メソッドの導入により、会社を子育てカンパニーにしていきましょう。お気軽に概要欄からお問い合わせください。